イラリオンは、ロシア正教会の府主教、生涯局長、モスクワ教区副主教、ボロコラムスクの府主教、聖職者であり、神学者であり、歴史学者であり、作曲家である。出版された著作はロシア語のみならず、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、フィンランド語、セルビア語など多言語にわたった版が存在し、日本正教会の信徒によって日本語にも翻訳されている。名前について、英語表記からヒラリオンと転写されるケースがあるが、ロシア語でこのように表記、発音することはない。ポーランド正教会のイエレミヤシュ大主教と共に、府主教位を示す白い黒ブークをかぶっている。1966年7月24日、モスクワに生まれる。モスクワ音楽学校等で、バイオリンピアノ、作曲等の音楽教育を受けた。1984年から1986年までの兵役を終えてから、1987年1月、ビリニュスの精神修道院で修道士となり、同年6月21日に、タスク祭に助成され、同年8月19日に司祭に助成されている。その後、モスクワ神学校を1989年に卒業、1991年にモスクワ神学大学を卒業、1991年から1993年まで、教義神学、新約研究、ビザンツ帝国時代のギリシャ語をモスクワの諸神学校で教えた。1995年には、博士論文である、新神学者シメオンと、正教会の伝統を、カリストスウェア主教の指導下に、オックスフォード大学にて完成している。1995年から2001年まで、ロシア正教会生涯局キリスト教関係部書記を、務める。1998年には、世界教会協議会に対する正教会の関与のあり方に関連した、エキュメニカル運動に関する諸問題を討議する正教会間会合に出席した。2001年12月27日には主教に信清氏、2003年5月7日にはウィーン及びオーストリアの主教に着座した。2009年3月31日、モスクワ総主教キリル一世による人事刷新により、ロシア正教会生涯局長、モスクワ教区副主教、ボロコラムスクの主教に着任することが発表された。2009年4月20日に、ボロコラムスクの大主教に賞与。2010年2月1日のキリル一世総主教着座1周年、記念の盛大礼儀において、府主教に賞与された。初期の世俗局のほか、混声合唱のための盛大礼儀、徹夜、等といった、正教会の方針令のための作曲がある。正教会の聖歌は、無伴奏声楽であることが基本的原則であるため、これらの作曲はすべて無伴奏声楽である。また、オーケストラと合唱と独唱者、これらは方針令の場で用いるものではなく、演奏会用なので楽器も用いられている。正教会において、バルソロメオス一世やキリル一世にも見られる通り、主教の名は修道名で呼ばれることが原則であり、姓は、同名の人物の区別のためなどに書出箇所等において用いられるのみである。したがって、アルフェーフ府主教をアルフェーフという表記はあまり適切ではない。フルネームを用いない場合には、イラリオン府主教が標準的な表記となる。エキュメニカル運動に関する諸問題を討議する、正教会間会合の声明文イラリオン・アルフェーフ主教が初期時代に参加した会合で出された。声明文の日本語を分け、正教会の主教は管轄する都市名と地域名の両方をタイトルとして与えられることが一般的であり、両者を及びで結ぶのは日本正教会における契約である。出典、京都聖神女福音聖堂だよりナンバー251、レパトリアルシュシリルセレブラルプレミアーニベルセルデサン、イントラナゼーション、ありがとうございます。